代償。どうもちゃん、篠原です。今回はですね、代償、まあ対価ですね、対価を払えという話をしたいと思います。はい、対価、代償を払えということですね。で、これどういうことかっていうことを話します。人間っていうのはですね、どうしてもですね、まあなんか成功したいと、成し遂げたい、合格したいっていう気持ちはあるんだけれども、それに対していざ具体的な代償対価を払えっていうと途端に尻込みしちゃう生き物なんですね。例えばですけど、合格っていう成果ですね、合格っていうその成果のためには代償として対価があるんですね。対価として、まあ長い勉強ですね、まあ時間長くやりゃいいってもんではないんですけど、長時間学習、まあ遊べない、しんどいですね、とか、まあしんどいとかどいとか、あと、よくあるのが友達なくすことですね。なくすと、ちなみにですけど、僕友達今ほとんどいませんね。これは若干自虐になっちゃうんですけど、僕会社辞めてから今僕25なんですけど、20代の友達はゼロになりましたね。これちょっと寂しいんですけどね、もう大体友達というか、もうなんか自分よりずっと年上とか、まあなんか40歳ぐらいの人ばっかりになっちゃいましたね。同年代の友達がゼロになっちゃったということで、まあ僕のその成功の対価は友達をなくすってことなんですけど、まあ合格もそうです。勉強頑張ろうと思ったら友達減ります。これは間違いない。なんでかっていうと、友達付き合いしてる暇がなくなるんですよ。だいぶ付き合い悪いなとかって言って、向こうからも距離取ってくるし、こっちもなんか勉強したいからちょっと友達との距離が空くんですよねっていう感じで、なんかね、友達なくすんですこれで。あと、まあ純粋に疲れますよね、勉強とかしてると。まあしんどいじゃないですか、しんどいっていう疲れとか、あるいは長い時間勉強しないといけないとか、っていうような対価があるんですけど、ですね、合格を先払いでくれることってないんですよ、世の中っていうのは。この対価、代償を先に払わないとこの成果って来ないんですよ。まあ言ったらスーパーと一緒ね、お金払わないと買えないじゃないですか。買い物と一緒です。お金払って初めてそのものが自分のものになるんですよね。これくださいって言った時に、アマゾンにお金払ってからこれが届くみたいな感じですね。で、これアマゾンとかスーパーの買い物とかだとなんか当たり前のような気がするんですけど、なんか途端に合格とかになると、いや勉強して合格するんだったらその勉強やりますけどみたいな、それやって成績上がるんだったらやりますけどみたいな、でも保証されてないじゃないですかみたいなっていう感じになって、途端にこっちをやるの嫌がって、なんか先に結果出ないかなみたいな感じになるんですよね、人間って。これ不思議なんですけど、人間ってそういうもんなんですよ。大学受験というか合格あるいは成功にリボ払いと後払いないですからね。基本的にはもういろいろ代償を払って、まあ僕だったら長い時間仕事するとか、あるいは疲れるとか、友達なくすとか、あるいは大学受験でもそうですけど、友達は確実に減りました、僕大学受験で。一気にいなくなりましたね。一気になくなったし、で、あと疲れもします。しんどい、精神的にめっちゃきついです。多分寿命 2,3 年縮んだと思います、大学受験で。で、あと長い時間勉強する羽目になったから、もう1年間ですね、世の中のことに疎いんですよ、めちゃめちゃ。世の中のニュースとか知らなくて、あのガキの使いの年末の特番、僕大学受験終わるまで知らなかったんですよね、っていうぐらいの、まあ、勉強を強いられるというような、まあ風になるわけですね、人間って。で、なるんですけど、そういうことを経た後に得たものっていうのはやっぱりすごいかけがえのないものなんです。だからぜひですね、まずこっちやってほしいんですよ。だから、その代償を払ったら、その結果出るんだったらやりますけど、みたいな、そういうんじゃなくて、つべこべ言わずこれやれと、いう話なんですよね。だから、もう、勉強もちゃんとやれと。しんどいのわかるけど、でもやらんかいと。友達減ったかもしれないとか、まあいいじゃないかと。友達なんて腰を貸すこといますから、人間だって人口70億人ぐらいいるんですよ。70億人ぐらいいたら、まあ一人くらい仲のいいやつ出るじゃないですか、どうしても。うん、ですよね。だからまあ、その70億人もいるんだから、今その1人2人いなくなってもどうでもいいわいぐらいの、そういう気持ちでいてほしいなということですね。つまり先にこっちなんですよ、代償を払う、対価を払ってから、はい、対価を払ったらこれが出てくると。まあこれはね、どれだけ払えばいいかっていうのは分かりません。物にもよります、大学にもよるし、受かりたい大学にもよります。なんだけれども、やっぱりなんでしょうね、これが先にないと神様はうんって言ってくれないですよ。
お賽銭もそうじゃないですか。お賽銭も100円入れてガラガラってお願いするじゃないですか。そのお願いが神に通じるかどうかって分かんないですよね。でも一応賽銭投げるじゃないですか。賽銭よりはこっちの方が成功に近づくと思いますよ。だから、まあ、神、単なる神頼みよりは多分こっちの方が価値あると思いますけど、まあ、要するにですね、対価、代償を払わないと、やっぱり結果は出ないんだということを肝に銘じていただいて、とにかく勉強すると、行動を起こすということをやってほしいなと思います。まあ、世の中ですね、行動の起こさない人なんと多いことか。言い訳がうまいんですよね。なんか、まあ僕のメルマガとかでもそうですけど、なんかメルマガ登録するのめんどくさい。いや、いいっすよ、登録してもらわなくても。僕全然困らないんで、いいですけど、でも、無料ですぐ解除できて、登録と同時にメルマガの合格するための勉強法を書かれた本が本、まあ100ページ以上の本が1冊届いて、その後毎月3ヶ月で習慣を形作られるように、毎日のようにミッションが届いて、途中で週1になりますけど、届いて、それで偏差値が10上がったやつが続出しているメルマガを取らないという決断をなぜするのか僕わかんないんですよ。でもそれは単に、下の僕の動画概要欄の URL をクリックして、メルマガと名前、まあ名前、ニックネームで言うから、それを打ち込むとかいうのめんどくさくてやらないだけなんですよね。っていう対価を払わないのに、なんでこっちが得られるのか、そう思うのがわけわからないですよね。だから、僕のメルマガ登録しなくてもいいんだけど、何かしらの行動とか対価とかアクションを起こさないと、人生変わらないですから、何か行動を起こしてください。ですね。だから、とりあえず宿題やるとか、単語やるとか、音読がいいって言われてるんだったら音読やるとか、音読何回すればいいですかじゃないんですよ。やるんですよ、とにかく。やる。で、まあ、いろいろ調べたら30回振ってるから、とりあえず30回やってみるかと。で、1ヶ月やっても効果出ないですよ。3ヶ月やらないと効果出ないんで、3ヶ月やってみるんですよ。それで効果出なかったら、それはしょうがないわ。うん。僕の言ってることはガフだったって話ですよ。でもね、今まで僕、動画投稿やってから今4年目です。でも今のところ、音読30回を3ヶ月続けたけど、結果出ませんでしたっていう人はゼロです。ゼロです。だから、多分出るんですよ、効果。多分出るんで、それをですね、まあ、やらないで、なんで成果が出ると思うのかって話になるんですよね。だからぜひ、まあ、対価を払えと。行動を起こせと。今すぐ何らかのアクションを起こして、そして成績ですね、成績アップ、合格、成功を掴み取っていきましょう、ということでした。ぜひ、まあ、一緒に頑張っていきましょう。ということで、今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。